って、俺は相変わらず状況を把握できてないんだが。まだ混乱しておるか。まあ無理もない。先ほども名乗ったが、わらわは魔導書アルアジフ。魔術をかじっていたのなら名前くらいは聞いたことがないか。それともネクロノミコンと名乗った方が聞こえが良いか。ネクロノミコンのオリジナルじゃねえか。さよう、やはり知っておったか。だけど、その姿わらわをそこらの二流三流の魔導書と同等にされては困る。わらわほどの魔導書となれば、魂を持ち、形を持つのは当然と言えよう。えっへん。縁は異なるものだな。まったくだな。我はもまさかこんな偶然で父者と巡り会えるとは思わなんだ。今後ともよろしくな、大十字九郎。いや待て、今後ともってどういう意味だ。おい、ん、言葉通りの意味だろ。わらわの主ということは、今後もわらわと共に戦うということだ。我ら魔導書は基本的に父者の魔力に依存するのでな、別行動というわけにもいくまい。いやだから、なんで勝手に決めてんだよお前は。俺は一言も了承してないぞ。おい、契約したではないか。一方的だったじゃねえか。ではあの状況なれば、わらわの力もなしにどうやって打破するつもりだったのだ。なればただの人間、わらわは力を使い果たしている。ならば、なれとわらわが契約するのは双方にとって最良の選択ではないか。うん、何の問題もない。契約は正当なものだ。メフィストフェレスだってもう少しまともな契約を交わすわ。ちくしょう、クーリングオフはなしか。運命だ。一言で片付けやがった。だいたいなんであんたブラックロッジなんかと戦っているんだ。奴らは魔術結社だからな。最高位の魔導書たるわらわを手に入れ利用しようとしておるのだろう。それにわらわにも奴らと戦う理由がある。なんだよ、まさか正義の味方だからとか言うつもりじゃねえだろうな。正義を名乗るつもりは妄想ないが、ただまあそんなところだ。何にしろ俺はそういう正義感とか使命感とは無縁の人間だからな。小川を当たってくれ。待て、何か聞こえないか。地響きか。こっちに近づいているぞ。え、いや俺には何も。本当だ。何かあったのか？
目標は建築物を破壊しながらスラムの方角へ進行中。くそ、ブラックロッジめ、これ以上この街で好き勝手やらせるものか。ストーン君、威張ったところで俺らじゃ奴らをどうすることもできんって。ここは例の正義の味方に任せて、俺らはさっさとトンズラしようや。エスケーブ、あなたは市民の財産が理不尽にも破壊されているのを見て何の憤りも感じないのですか。あまつさえどこの馬の骨とも知れぬ輩を頼りにするなんて、なんと嘆かわしい。本官は警察の使命に命を捧げたみ、たとえこの身が砕けようと正義を遂行するのが本懐であります。心意気は立派だけどさ、無駄死にしたって誰も喜ばんよ。俺も今月レースで死っちまってさ、香典払う余裕がないのよ。ネスケーブ、あなたという人は。これこそ我が輩の本当の実力である。先ほどはちょっぴり油断しただけであり、まあそんなドジっ子なところがおえというか、だけどとっても努力家でひたむきにがむしゃらでまっすぐな、そんな我が輩が好き。これが若さ。第十次苦労とか言っておったな。この天才ドクターウエストが味わった屈辱、倍返しにした上にお釣りは取っといてもらうとしよう。レッツジャム。赤いロボ、たとえ町は破壊できても治安警察の正義を壊すことはできないぞ。有空であります。おいおい、装甲車を勝手に早まるなよ、ストーン君。うお、治安警察万歳。
や死んだかな。わあ、マイカお姉ちゃん。大丈夫よ、みんな落ち着いてシェルターまで逃げましょう。ライカお姉ちゃんもついているからね。ブラックロッジの破壊ロボ。あれはやっぱり俺たちが標的なのか。であろうな。さすがにあれを相手するのは無理がねえか。無理があるな。だったらお前どうしろと。大十字クロー、そしてアルアジフ、どうだ見たか。これが我が輩の最高傑作、スーパーウエスト無敵ロボ28号スペシャルである。いかに最強の魔導書といえど、所詮この世紀の天才たる我が輩の敵ではないのである。って乗っているのはやつかい。さあ、チリと消えるがいい。ファイヤー！だあ！おお！くそ！めちゃくちゃだ！やはり今の我らが正面切って戦える相手ではないな。つうことは脇目も振らず逃げろ。結局そうなるのかよ。ああ、逃亡は指導不覚悟である。あはは、助けてママ。貴様に大砲ぶち込んでやるのである。おい、ストーン君、大丈夫か。あー、ここまで気に曲がっちまったら簡単にはあかんな。たく、面倒ばっかり増えるよな。ん？おっと、我らがヒーロー天使様のご登場だ。ちょっと、こっちゃ夏が開かねえ。おい、自称最強の魔導書、なんとかならねえのかよ。ふん、我がデスマキナ、アイオンさえあればこんなガラクタなぞ取るにも足らんというに。よくわからんけど、そのアイオンとやらはどうした。ものの見事に完膚なく大破した。悪かったな。つ
つまりはどうしようもないのかい。当てにならねえな、最強。しまった。捕らえたのである。おお、大丈夫か？あんたは？また貴様であるか、メタトロン。我が輩の邪魔ばかりしよって。ここは私に任せて逃げるんだ。メタトロン、ブラックロッジと戦うこの町のヒーローさ。見惚れておる場合ではない。今のうちだ、逃げるぞクロー。まあ分かった、悪いなメタトロン。このままでは。
どめだ。久しいな、メタボ。お前は…であるかサンダルフォン、我が輩の戦いの邪魔をしおってからに。ずいぶんと手こずっていたようだ。なーにを言うかこの小僧子、これからが反撃に次ぐ反撃の怒涛の逆襲タイムだったのである。まあ構わん。ウエスト、お前はアルアジフを追え。ここは俺が引き受ける。なんだと？貴様勝手に。お前の任務はアルアジフの回収だ。グランドマスターの意志に逆らうつもり。よかろう。ならばここは任せたのである。サンダルフォン、貴様こそ集体を晒さぬようにな。待て、さっきのお返しだ。さあ、付き合ってもらうぞ、メタトロン。お前というやつは。Yeah!
待て待てったら。くそ、メタトロンはどうしたんだ。まさかやられちまったのか。そうな、何かあったのは間違いないだろう。ほら、ミサイルのシャワーである。安心せえ、魔術で保護してやったからな。大した怪我はしておらんはずだ。どこまで落ちたんだ俺ら。向こうの方に通路がある。ここにいても仕方ないし、進むしかないか。なんだこれは。
たか。自治者とアイオン代わりを同時に見つけるとはな。まるで誰かがわらわの運命に介入しているようだ。デウス・マキナ知らぬのか。魔導書の中にはわらわのようにデウス・マキナを召喚できるものがある。わらわの場合、本来のデウス・マキナはアイオンだ。実質は魔導書を通じてデウス・マキナを自在に操ることができる。あるんだよ、最高位の魔導書の中に神を召喚できるやつがね。しかもその魔導書の所有者たる魔術師たちはその神を自在に操ることが可能なんだ。まあ正しくは神の模造品なんだ。君が必要とするのはきっとそういう魔導書なんだ。神の模造品とかいうやつか。なんだ、やはり知っておるではないか。いかにもデウス・マキナとは魔術を持って作り出された神々だ。デウス・マキナには暴力部や至るところに魔術回路が組み込まれている、ただこやつは少々強引な構造になっているが、魔術理論と科学とも本質時とでも呼ぶべきか。正式なデウス・マキナではないが、構うまい、十分だ。ありがたく使わせてもらうとしよう。ってお前勝手に。我らが見つけたのなら、すなわちこのデウス・マキナは我らのものということだ。これも運命ということだ。いや、なんかさっきから随分と都合よく解釈されまくっているな、運命。この道、上で暴れているあの粗大ゴミを放っておくわけにはいくまい。ならば、こやつを使って戦うしかあるまいて。戦う？待て！まさかこれに乗って戦えっつうのか？この俺に！